こんにちは。本日はですね、インターネットセキュリティ、指定しましたカスペルスキーインターネットセキュリティ2009の、マルウェアとパソコンウイルスの、まあ、簡単ウイルステスト補足レポートです。で、ですね、一応、まあ、いつもテストしているおなじみのパソコンウイルス17個ですよね、を回答すると、まあこれはちょっと別なんですが、ですね、こちらのキージェネ系とポトラットという、まあ、トロイウイルスですよね、の方を、まあ、自動検出してくれませんでした。で、一応このポトラットっていうタイプなんですけれども、検査すると、まあ、こんな感じで、こうですね、ハクツールウィン32ということで検出の方は可能です。で、こちらの方ですよね、まあ、ゲーム系のクラックツールとして、まあ、マルウェアに感染させるウイルス混入ツールなんですが、まあ、手動スキャンするとですね、まあ、こんな感じでアドウェアですよね、その他トロイの木馬ですよね、まあ、いろいろ入っているという感じで検出の方は可能です。で、一応検出しているのにもかかわらず、まあ、駆除できないのは、まあ、おそらくそうですね、複合的か、まあ、何かちょっと理由はわからないんですけれども、まあ、完全スキャンするとですね、検出の方はしてくれ、駆除ですよね、してしました。駆除の方はしてくれると思います。まあ、完全スキャン結果の方はまた後ほど、まあ、勝手にウイルステストブログの方に、まあ、掲載の方させていただきたいと思います。で、今ちょっとですね、ダブルクリックすると、まあ、こんな感じで、ウイルスのアラートですよね、指定しました。フラグは立っていますので、決してパソコンへダメージを与えるということはないです。で、このキージェネですよね、まあ、動くことは動くんですけれども、まあ、こんな感じで、これの中にある、まあ、トロイの木馬等は、まあ、検出してブロックはしてくれます。で、まあ、一応ゴミは散らかしていくんですが、まあ、これは仕方がないところでしょうか。で、ですね、あと1点ですよね、こちら、これですよね、チューブビューアーですよね、まあ、ご存知の方は多数いると思うんですけれども、まあ、ズロブ動画系のプラグインとして、まあ、入ってくるズロブ配布サイトから、まあ、入ってくるマルウェアなんですが、ですね、ウイルストータルさんの方で検出の方結果見てみるとですね、今のところ検出できるのが NOD32 とマイクロソフトの、まあ、アンチウイルス関連ですよね。で、ズロブとしては検出していないです。またこちらの結果の方もですね、ブログの方を掲載してみたいと思います。で、一応カスペルスキーの方ではスキャン数2ですよね、多分マルウェアですよね、なんですけれども、0、検知0ですね、検出してくれない状況です。一度ダブルクリックしてみたいと思います。アクションはあったんですけれども、特に何か変化があったとかそういったことはない様子です。で、今回ですね、ちょっと問い合わせが多かったビットコメットの方のウイルスの方ちょっと調べてみようかなと思ったんですけれども、ちょっとまだ使い方よく分かってないもんで、今回はパスさせていただきたいと思います。で、ですね、あとはそうですね、そういたしましたら時間がございますので、一緒にですね、キージェネ系の、まあ、バンドゥー配布サイトとか、まあ、2、3開いて、まあ、どんな感じの挙動になるのか、まあ、カスペルスキーの方でどういったふうに検出してくれるのか、ご一緒に見てみたいと思います。
まずおなじみのあの緑のサイトですね。背景色緑ですね。何かあの GIF ですよね。画像の中に何かそのウイルス含まれている様子 でして、でサイトを開くとあのいきなり検出しましたと出てきます。何かまた新しいトラップだと思うんですが、今あの詳しいことはよくわからないです。でマルウェアの方をダウンロードさせるサイ、パスですよね、を開こうとするとこのように、まあリンク先のパスにはマルウェアがいますということで、アクセスセッションが終了されてしまいます。で、もう一点のサイトの方ですね、こちらの方行ってみましょう。ちょ、これマルウェアなんですけれども、まあ、こんな感じで降りてくる前に今、こういう具合にセッション終了という形になってしまいます。もう一点ですね、よいしょ。まあ、こちらの方もまあ同様にマルウェアですよね、入れてくるサイトなんですが、こんな感じでブロックしてくれます。まあ、実質検出という形ですよね。まあ2008ですよね、カスペルスキー2008のように、まあ詳しいウイルス名などはまあここのレポート表示とかで確認しないといけないんですけれども、まあ、あの2009からはこんな感じで、ウェブのセッションですよね、通信止めてしまうという形の処理に変わりました。で、動作名につきましてはですね、そうですね、ソケット754のアスロン64シングルコアプロセッサーだと、そうですね、やや少し動作の方ストレス感じる程度の負荷がかかってしまいます。インターネットの方閲覧の方ですけれども、まあ、特に問題ない範囲だと思います。ダウンロードの方につきましてはですね、やはりあの、まあネットワーク負荷の方ですよね、の方はそうですね、ちょっと高いような感じもします。そうですね、これですかね、パーソナルファイアウォールですよね、パケットルールですかね。先日あのポート開放の方ですよね、設定確認しているときにですね、一応すべてのポートを監視の方に変更するとですね、とてもあの、まあ、ローカルエリア内のネットワークやり取りの方もかなりその通信の方が遅くなってしまった形です。で、指定のパケットを監視の方に切り替えるとですね、わりかしスムーズにローカルエリアネットワーク内でも、まあ、問題なくデータやり取りできるという感じでしょうか。まあ、あのとりあえず簡単なんですけれども、カスペルスキーインターネットセキュリティ2009の動画レポートは以上です。それでは失礼させていただきたいと思います。